BR チャンネルの戸賀弘邦です。モデルの麗華です。初めましての美女がシャンパングラスとかもあるとやりやすかったんですけど聞いてますテーマ。できる男について。 BR はこのできる男をよく使ってもらってるんだけど、僕がつけてると思ってるやつがいるんで自分でこう名刺にできる男ですっていうまあできない男でいいやとかって誰も思わないわけだしさ、できる男についてどんなイメージというかどんな風に思ったりしてます？できる男について、なんかよく聞くのは返信が早いとかじゃないですか。メールの返信が早い。あ、そっちの返信ね。なんかあのすぐ洋服着替えちゃうとかすぐ脱いじゃうとかそっちじゃなくて、あのリターンが早い。リターンが早いっていうのはよく聞いて、あ、確かに仕事頑張ってる友達はすっごいこう3分以内に返してきたりするんで、そういうところなのかなと思ったり、あとなんだろう、気遣いができる。なるほど。相手の気持ちになって、こう言葉のニュアンスを考えて伝えてくれる人は気遣いできてできる人なのかなと思ったりします。確かに、親父の友達、知り合いって何歳ぐらい上がいる？僕みたいな親父の、BR さんのスタッフさんぐらい。じゃあ結構僕はその中であの最長齢ぐらいな感じでしょ？54歳って。あんまり飲み行ったりする人にはいないってことだよね。できる男は言葉をこう分かりやすく伝えてくれる的なことを今言ってたけど、簡単なことをさ難しく言う親父っていない？それってやっぱりできないなと思うよね。一方で聞き上手は確かにできるって言えばできるんだけど、だいたいスケベが多いんだよね。なんでどうつながるんですか？気がついたらここにいるみたいなことが起きるから、麗華ちゃんにはそこだけ一つのアドバイスしとくよ誘導がうまいっていう。そういうこと。勉強になりました。恋愛は？恋愛はめちゃくちゃしたくて、彼氏がすごい欲しいからその BR でできる男みたいなのを見たり、こういう人がいいんかなとか、なんかできる人の特徴をそれこそ今回戸賀さんにお聞きしたいなと思って。どんな男がタイプ？こういう人っていうのがなくて、もう本当に一番はフィーリング。すごい自分が傷つきやすいタイプなんで、言葉のニュアンスが優しかったり、こういちいち空いてるって私が例えば聞いたら、あ、その日無理じゃなくて、あ、その日は行きたかったけどごめんちょっと用事があって何日はどうみたいな感じで返してくれるような。ここでメモんなきゃいけないところだね優しい人で、ぐいぐい来すぎない人。おお、なんか肉食と草食の中間の人がいい。なるほど。押すときは押すけどこう押し続けない、そう駆け引きじゃないけどそういうのできる人。グアムの遠浅な海みたいな感じだね波が来てるのか引いてるのかわからないぐらいなそうですね、柔らかく。そうそうそう、こうマッチョな方がいいとかちょっとこうもやしっぽい方がいいとか、そういうのない？あ、全くない。もう本当にフィーリングが大事。身長も筋肉も色も特にはない、ないんだ。もう中身っていうかこうフィーリングをめっちゃ重視しちゃうから、外見を選んでたらもう恋人ができなくなっちゃう。いい子だね。いいんですかね。こういう服着てる人は嫌だみたいなね。へそまでボタン開けちゃってる人いるんですか？へそが見えるみたいな。服のシワは結構見ちゃいますね。綺麗好きな人が好きなんで、あ、そういうのを気にせえへんタイプなんやってことは、家もちょっと湿っててカビっぽいんかなとか。なるほど。あんまりアイロン合ってへんのかなとか。なるほど、面白いね一杯酒飲んできたらもっと面白かったかもね。ちょっと緊張しいなんで。あ、そうなんだ。狙ってないけどうまいよね。俺もいけるかもって思わせるでも狙ってる感じがしないのがだからやらしくない。褒められてる。だからそんなにじゃあ嫌なポイントってないんだ男の。あ、自慢しいな人もちょっと苦手かも。だから戸賀さん、私今日初めましてじゃないですか、本当の性格とかどういう人なんだろうって知らなかったから、動画ではちょっと見た目もイケイケやし、こう仕事もできるから性格もイケイケなのかなって思ってたんですけ ど、めっちゃ謙虚じゃないですか。私が言うのもあれやけど。これ絶対カットしないで
自慢の時計持ってきましたみたいのは、あ、見ました。 BR に言われてやってるんですよ。僕はもう本当に港区謙虚って呼ばれてるぐらい謙虚のトップなんですね。そうなんです、はい、例えば立場とか収入とか生活が豊かになってくると、うん、人ってそういうの忘れちゃうんだよね。へー、写真を忘れちゃうんですね。そうそう、だからこう慣れとか、うん、自信とかとっても大事なんだけど、うん、いつまで経っても慣れないっていうのもできる男には程遠いし、うん、だけどできるとこう慣れとか自信がだんだんこう傲慢になってくるわけだよね、うん、で僕なんか多分傲慢親父だと思われている可能性は正直高いんだけど結構仕事系は謙虚なんだよ。へー。で、あのクイック、うん、まあ、BR の可愛がってる森ちゃんっているんだけど、まあ、もう年がら年中メール来るけど、まあ、3分かどうかは分かんない。大事なあのドライバーショップの時もあるし大事な会議もあるし、だけどなるべく返すわけだけど、まあ、一方でその中で大事な人間だとか、うん、早く返してもらうように見せるのも大事だよね。そうですね。私だったら例えば彼氏なのか上司なのか、まあ、あのカスには急いで返事しなくていいかなっていうやつもいるかもしれないけどあの人にはっていうのはどういうところでこう見定めるの？やっぱりレスポンスが早いのとちょっとしたことでこう相談に乗ってくれそうな感じ、気軽にこう質問に答えてくれたりとかする人にはすぐ返したいなって思いますか？なるほど。できる男、まあ、そういう人をこう探すっていうのはすごく嗅覚がいいね。私ですか、うん、え、そうですか。仕事とかしたことあるの？就職はこれだけで、バイトは何個か、あ、まあ、アルバイトはしたことあるわけね。なるほど。僕はね、まあ、ファッション誌行きたくて、まあ、就職するんだけど出版社に、うん、同期の中で今度バトルっていうのがあるわけよ。みんなライバルですよね。そう、まあ、どうやってこいつらを蹴落としていこうかっていうか、うん、一番最初に副編になって編集長になってっていうのがエリートじゃん、まあ、勉強しても勝てない世界でもあるし、うん、感覚が強かったりする世界でもあったから、ひたすら上の人に可愛がってもらう、うん、ということは上の人に答えを返すってことなわけだよね、うん、こうやってやってることが可愛がってもらうわけじゃなくて、うん、もちろんその人が望むもの求めてるものを言われる前に返すのはもう人一倍苦心して、へー、例えば飲みに行ってもなんか一時一句見逃さなかったり、飲み屋の方が本音のこと言ったりするから、人ってさ、お酒が入ると、そう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 、今だったらゴルフやってるとさ、うん、結構真面目な人がゴルフ行った瞬間になんだよって急になんか人が変わったりとかさ運転みたいですね。そう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 、その逆もあってさ、もういつもあどうすんだよとかって言ってる人がゴルフになるとすっごい慎重にこうまだかよみたいなぐらい丁寧になったり、まあ、そういうところでその人をこう読み取って、まあ、そうやってるうちに自分もどん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 いろんな人に対応できる、乱暴に言うと嫌いなやつともうまく付き合えて、嫌なやつをいいやつにしたり、すごい、自分の悪いところも直せたり、まあ、これはね言っちゃうと男女の恋愛もそうなんだけどね、仕事だけじゃなくて、だからそうやってなんかこう気がついたら一番最初に33の時に編集長になれて、すごい、まあ、若い、でも今度は下が今度出てきたわけじゃん、うん、ってなってきた時にやっぱり大事なのが1言ったら10理解するやつ、自分の気持ちを1個言っただけで、あ、求めてるのってこれだなっていうのを踏んでくれるスタッフがいると、うん、すっごくいろんなことがうまく回っちゃうんだよね。まあ、僕は33で編集長になって50で会社を辞めるまで、まあ、3つの会社で編集長を17年やったんだけど、本当にね、なんかそういうスタッフに恵まれた。うーん、今、まあ、BR にもね、まあ、大和ちゃんは社長だからどっちかって言ったらなんか同級生っていうか同僚みたいな気持ちでいるけど、スタッフの森ちゃんとかね、本当そういう存在だし、だからさっき、まあ、レイガちゃんも言ってた説明が優しいとか分かりやすい、うん、それが僕もすごく重要で、うん、まあ、気をつけなきゃいけないのは聞き上手だっていうところですねそれはダメなんですか？いやいやいや、あの大事よ、やっぱ相手のことを知りたいじゃん、うん、
僕は今日ほらなんかテーマもあって仕事だから一生懸命喋ってるけど、本当はねレイカちゃんがあのどういう飯が好きでどういう酒が好きでどんな感じの男が好きでその真逆、何が嫌いでこういう店が嫌いでこういう音が嫌いでっていうこの2つの回答があったらここ行きゃまあ安牌なわけじゃん。で安牌からどん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 こっちに近づいていくっていうのが人間関係の一番やりやすい攻略法だからさ、嫌いを聞いちゃったら一番楽なのよ本当のこと言うと。あ、好きよりも嫌いを聞くのが大事。そうそうそう、だってさ嫌いなことって1個やっただけで好きなこと10やっても絶対嫌じゃない。そうです、この男絶対これ持ってるなって分かっちゃうじゃん。これをだから今日初めてこういうメディアで言うんだけど、どんなのが嫌いなのって俺が言った時っていうのは、あ、こいつ来たわ口説きにっていうことなんだよね実は。まあ、彼氏もまさかの募集中という、はい、あの下はどうでもいいんだけど上は何歳ぐらいまで OK になった？下は同い年までで、うん、上はもう未知やから何歳とかは全然まだないかも。それは戸賀さんが天井を破った感じ？あ、でも54歳で、うん、全然若いんだっていう。ちょっとハンカチもらっていい？戸賀さんが特別かもしれないですけど、あ、50代の男性って全然若いんや、対等にこう話してもらえるんだっていうのが分かります。僕こそ本当の初めましてなんで、綺麗なイケてる姉ちゃん来たなってさっきで、これでだから就職したりいろんな経験してたらともかく、まあいい友達といいご両親に育てられたんだなっていうのを感じた。そうですか、うん、だからどんな食べ物が嫌いなのって。あ、くどかれた？収録後半でド直球を投げるって肝心なレイカちゃんはこの後あのどうしていこうかな、なんかレイカちゃんの夢みたいなやつも聞かせてもらえたら。ファッション誌の専属になりたいなっていうのが一つの夢で、他にこう具体的に自分の好きなものとか好きな男性のタイプですけど、タイプもですけど、うん、なんかそういうのがまだ全然自分で分かってないから、この動画を通して探していけたらなっていうのは、うん、まあ、BR をやりながら自分の夢をもっとこう見つけていくってことだよね。具体的にあのメンズのファッションの知識量も増やしていきたいなって思ってます。でそれは自分のためであり、 BR の男の子たちをよりファッショナブルにするためにしていけたら嬉しいです。今日いろいろ会話してますけど、うん、できる男についてからちょっとそれたかもしれないけど、楽しい時間を過ごせたと僕は思ってます。はい、はい、すっごい参考になりました。本当ですか？彼氏探しに役立てようと思います。あ、そこで戸賀さんと早くご飯行けますようにっていうわけじゃないわけね。2回目動画どうでした？やっぱり緊張しました。戸賀さんの印象、会う前の印象と、うん、今日初めての収録した後、でも全然違いました。どう違うんですか？やっぱり戸賀さんのブログとかも全部見ちゃってるんで、あ、すごい世界が違うんだなと思って、はい、こう会話ちゃんとできるかなって思ってたんですけど、すごい合わせてくれるんで、こう同じ立場になって話してくれるから、うん、めっちゃやりやすかったです。最後の話締めてください。はい。おいしいところ連れてってください。よろしくお願いします。途中で何かあったら遠慮なく言ってね。わかりました。俺もなんかこういうの仕切るのはそんな得意な方じゃないんで。へえ。社長にまんぶりされてるだけで。ああ、そうです、真面目。そうですね、もう本気モード。